どうも、刺身です。スチームで見つけた、無料プレイができるゲームをね、ちょっとやってみようかと思います。ゲームのタイトルはカフェインっていうゲームなんですけど、これデモ版なんですけどね。なんか、とりあえずな、ちょっと進みながら行こうかな。おう、何、オーディ、あ、動けんじゃん。何これ、コーヒー。なんか、おー、なに、うわ、気持ち悪い。これなんかオプションとかないのかな。あ、あるじゃん。なんか開いた。なになになに、なに、なに、今の、何今の、超怖え。何、とりあえずボタンを押すことはできないな。なんだこれ。なんか舞台はね、なんか近未来らしいんですけど、なんか人類の大半がなんかコーヒー中毒になったっていう設定らしいんですよね。あ、いたわ。なんかメモがあるな。で、なんかこれは宇宙船らしいんですけど、なんかその高カフェインをなんか採取するためになんか宇宙に来たみたいな、なんかそんな感じらしいんですよね。これジャンプできんな。で、なんかこう探索して、なんかなんだろう。あ、やっぱ宇宙だな、ほら。なんか宇宙っぽいもんね、向こう。全くの初見プレイなんですけど、なんだろうな、これ。なんか採掘、合成カフェインをなんか、作るためになんかね、採掘をしになんか宇宙に来てるらしいんですね。あれなんだ、あれらしいんですよね。で、この宇宙ステーションっぽいところでなんかこの中を探索して、なんかなんだろうね、何が起こってんのかをこうなんか把握していくみたいな、なんかホラーゲーム、なんか一人称心理ホラーアドベンチャーゲームっていうジャンルらしいです。なので、なんかパズル要素とかなんかそういったものもあるんじゃないかなとは思うんですが、暗っ。これ何、これ、お前何なんだよ、おい、お前何なんだよ、これ何なんだよ、これ何なの、これ。何もできないし。キッチン、あ、キッチン入れた。うわ、眩しい。何あれ、太陽超眩しいんですけど。おい、やっぱ宇宙だ、ほら、超眩しいじゃん。これなんだ、これ。あ、何何、あれ、なんか今動いたよ。眩しいよ、暗いし。あ、なんか押せんのかな、やっぱこれ。今のなんだろう、なんで動いたんだろう、勝手。あ、くわ、どこに行けばいいんだろう。あれ、なんか浸水してるよ、大丈夫か。あ、何これ、なんか事故ったのかな、事故ったのこれ。他に人が全然いないけど、なんか出てくんのかな。でもホラーだからな、なんかやだよ。なんかエイリアンとか出てきたら、ほんとマジでやだよ、そういうのは。あ、なんかいい椅子じゃん、ほら、こうやって休むスペースもあるよ、ちゃんと。お、なんだこれ、こう落ちれんのかな。落ちたー。何何これ、どうすればいいの。あ、ゲームオーバー的な。そしたらなんか、おお、 Y 何 OK だ。
これなんだ、これとかなんか関係あるのかな。なんて書いてる？読めねえんだよ英語がよ。なんかでもさっきより明るいな。こっちは何もないんだ多分な。でこれ何なの、これなんか唯一残ったなんかなのこれは。おお、なになになに、なに、嫌な雰囲気だぜ。何の音だよこれ。コーヒー is the key。 コーヒー is the key、 どういうことですか。コーヒーがキー、そりゃそうだろうね。こっち行ってみるか。そしたらこれ何なんだろうな、これなんかコーヒー運んだりしてくれるなんかそういうロボット的なやつなのかな。クールや、これ電気とかねえの。ほんで、あ、これなんかクリックできるっぽいな。おお、なんだこれ、シアター的な。なんだのお前、怖いんですけど。あ、違う、これ扉が開いてたことか。お、怖い、なんだよお前。こっちに行けってか。うわ、なんだろう、なんか雰囲気だけは怖いけど。これなんかさっきなんかなんかなんかなったよな。あ、ほら、あ、あれ、なにこれ、なんか吹っ飛ばせる。あれ吹っ飛ばせるよ。あれ、じゃあこれ吹っ飛ばせる、あ、吹っ飛ばせんじゃん。ほら、吹っ飛ばせるものと吹っ飛ばせないものがある。それ何の差なのかわかりません。ちょっと奥へ進んでみるか。そうしたら、暗いんだよな。ストレージ倉庫。うお、なんだこりゃ。どこに行けばいいんだろう。聞こえなかった。ちょっと鳥肌が立ったんですけど、今なんかね、なんか聞こえなかった今。気のせいかな。宇宙だね。レベル 5？ なんだレベル5って。入れないわ。めっちゃビビった今。なんだよ、めっちゃビビった今。うわ、めっちゃビビった。やめろって。だからほんとそういうのはほんと悪趣味だぜマジで。ほんとに悪趣味。
焦った今。はあ、もうなんかもうめっちゃやだ、本当にやだ。Audio log 1, November 15, 2097, Dr. Sarah Anderson. Nobody seems to be taking any interest in my findings, so I've decided to record some audio logs to help document my research. Late last night, I started to notice something worrying about some of the samples we have been receiving from Tank 2B below on level 7. While observing through a microscope, I noticed a strange mutation, but the tests so far have been inconclusive.Unfortunately, I've also lost one of my interns, John, who is currently in an induced coma. I've been told he tripped and hit his head, but who knows? I haven't been sleeping properly lately. It seems like coffee is the only thing that is helping me continue my research. It's ironic, I know, working at a caffeine mining station and all, but maybe it's just the stress of everything going on. Anyway, that's all I can think of. もしかして主人公ジョンっていうのかな？これは読めるぞ。ジョン、もしあなたが起きたら、Go to レベル、なんでこれうまく消えてんだろうな。レベル5に行けってことだよね、これ。私はそこで待っているみたいな、ウェイティング。さっきなんかレベル5ってところがあったから、あれがなんかいっぱいあんのかな、もしかして。それを探して、そこに行けばいいのかな。さっきみたいな本当ガーンとかやめてよマジで。本当にあれめっちゃビビったから本当に。これほらレベル5だもんね、これね。でも5じゃないんだな、これでも開かないもんな。ここやだな、さっきのとこでしょ。あ、レベル5、あ、レベル5だこれ。あれ、こっちから来たのか。なんなんだよ、ほんとマジで怖え。全然見えねえし。怖いわ、さっきみたいなの、ほんとマジで勘弁してもらいたいわ。こっち側行ってないよな、多分。うわぁ、怖え。うわぁ、赤い扉。いけねえじゃんよ。なんだよ。なんか謎を解かないといけないのかな。それかこっちではないってこと？ストレージってさっきのとこか。ここか。これ全部コーヒーなのかな、もしかしたら。コーヒー倉庫ってことかな、これ。これコーヒーっぽいよね、なんか。そもそもなんでみんなコーヒー中毒になっちゃったのこれ。あ、ここか。どこだじゃあ。いやー、めっちゃビビった。本当にちょっとトラウマなりそうだわ。あー、明るくなった。もうライトつけといて、本当怖いから。ここか。こっちは何もなかったんだな。なんか写真があるぞ。これ俺かな。全くもって意味わからん。行ってないとこある？向こうか。こいつ何なんだろうな、ほんと。どこ行きゃいいんだろう。こっち行ってないような気がするんだよね。行けないし。なんかやだわあいつ。どこに行けばいいんだろう。暗。あ、ここか。違うな、わかんねえな。これゴールそもそもあるのかっていう、クリアとかあんのかっていうあれもあるけど、
あれ、なんか見た目が変わる。ザ・キッチン・ハズ・ザ・キッチン・ハズ・ザ・コーヒー、キッチン・ハズ・ザ・コーヒー、キッチンに行けってか。キッチン行ったよ、でも俺まあ、キッチン行ってみようか。そしたらキッチンのコーヒーをなんかしなきゃいけないのかな。まあ、確かにあそこだけなんかコーヒーに触れるもんな。コーヒーカップに、ここでしょキッチンって。あ、なんかつけたりっけ。モテんじゃん、そういうこと。もしかしてこれなんかこう入れろってことなのかな。これちょ見えないで、見えないんですけど、コップコップ、あ、これでいいや。これをこうやってなんかここに入れろってことなのかな。違う、全然見えねえ。ちょっと光くれ、光。何？何の音今の？何の音？超怖いんですけど、何の音？なんでさっきのギギギって音、めっちゃ怖いじゃん。こと言ってみる？なんかあったりすんの？な、なに？何の音？めっちゃ怖いんですけど、なんだろう。でもなんもないよ。何あのギギギッと音、めっちゃ本当にマジでやだ。なんかよく分かりませんが、分からない中やっておりますが、最後まで謎のままです。これは一体何なんでしょうかこのゲームは。まあ、無料デモということなのでね。あ、なんかたまにこういうなんかすげえ嫌な音すんだよな。一応なんかホラーアドベンチャーらしいので、なんかね謎解きだとは思うんですけどね、全然いまいちよく分かりませんね。というわけで、まあこれ以上やっててもなんか何かが起こるわけでもなさそうなので、今回はねこの辺で終わりにしたいと思います。またちょっとね正式版がリリースされたら、またなんかちょっと、やるかどうか考えようかな。やめろってそういうの、はい、考えようかなと思っております。はい、というわけでね今回この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様さようなら。